な、なんやお前は。し、少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。そこのお前、見た顔やな。お、村瀬、奇遇やの。この間の礼にたっぷり痛めつけたる。おう、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。ターボ、カイトーさん、邪魔すんな僕。どこ行くの。なんだおら。いや、なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしい往生せえや。Yeah!
収穫はあったんだろうな、タボ。多分だ。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴る羽村が映ってればアリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくないな。何が映ってんのかお楽しみか。キムさん、八神さん、どうしたの、そんなに慌てて。待てがる。わ、来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか。葛西さん。あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあるんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？宝は持ち去れって強盗か。まあ、あんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、タイヤ引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。してるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おとといきやがれ。バーカ、そりゃ追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。どうぞ。
て目をえぐってやる。やめろ。なんてな。てめえ何やってんだ。俺一遍死ぬか。ああ、もう構わねえ。ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。Let's go.
八神さん、すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら。おお、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどう思う。俺はホンダ、京浜同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。ホンダ、お前も一緒にこいつを締めるぞ。一緒に行くぞ、てめえら。ホンダ、なぜ、てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね、違うか。はあ、さあおしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。つまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が殺に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか。あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう、早く。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。東が言ってた。おう、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。なめた真似しくさって、そいつからぶち殺したれ。え、タボやるや。何や、お前なんで。驚いてる暇なんてないんじゃない。
だよな。やるぞタバ。命がないで。なあ。ターボカイト、ああターボ、あんただったか。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんと、なんや話が弾まんわな。あよっしゃお前らやってるや。
見つけたぞ優等生やら。またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊ば。ねえ笠井、お腹減ったよ。景品同盟してんの榊ばかいと。今日はこいつがお前の相手だ。してんのこいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ごはん。なんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊ばボコボコにしてやれ。あれ、おい何ボケっとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。はご飯の時間みたいだよ。え、お友達は帰っちゃったみたいだぞ。あ、え、俺、ちくしょう、おととい来やがれ。だからそりゃこっちのセリフだって。それでは出発いたします。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。
ござんすか。入ります。さあ、あったあった。さあ、あったあった。さあ、浄化だないか、浄化だないか。あったあった。おお、早くしろ、次だ次。カイトさん、駒が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。ミゾロの超やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。邪魔だ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。行くぞ、ターボ。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。
ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ、八神。え、俺、八神さん。星野君、来るな。下がってろ。え、そいつなんかちょっとやべえやつかも。そうみたいですね。死ねえや、八神。ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ？一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろ。何それ。ここの守衛はそんなの持ってていいのか？ダメに決まってんだろ。趣味だよ、趣味。仕事には使えん。今は仕事じゃないってことかね。ああ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ、結果的にはな。事務次官のおかげだ。
蝶野先生、何か。どうやってここに。あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。翔野、行くよ八神さん。今ここで翔野を抑えなきゃ。遅かったな。待ちくたびれたぜ。うっ、杉浦、僕のことはいいから。八神さんは海藤さんを行かせると思った。
やるもの。やっぱ本気でやるときはこれだよな。田村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか。この野郎。海藤さん話せ。へっ、てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。てめえ、さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。かな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはなぶり殺しだ。
ヤガミ！おやさん、下がってて。今度こそぶっ殺してやる！お兄ちゃん、ヤガミって人？ん？そうだけど。これ、あげる。何かな、これ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ？おっと、申し遅れました。私、こういうものです。おや、ご存じない？そうですか。でしたら景品同盟の子がといった方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なこと。ではお手並み拝見といきましょうか、八神さん。
どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんな浅い。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。どうだ、俺と松金組に行くか。分かった、行こう。よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。あ、落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。仇を討ちたいってことか。討ちたいんじゃなくて、討たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから、ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら、はあ、俺が何言っても納得しやがらねえんだ。そんなの俺にどうしろって。
弁護士だろ。いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえな。言いやすいようにしてやるよ。おい剣豪、松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。綾部刑事の弁護人だ。いや弁護士だからって入れませんよ。ご苦労様。彼なら大丈夫。私が責任を持ちます。検事生か。どうも。海藤さん、手出さないでくれる？なんだと？今度は俺の番だろう。こいつはおやすさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、攻防なんて野暮言わねえから。何が攻防だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。Yeah!
やりきるしかねえな。行くぞ！聞けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。行け。お前が黒岩を止めろ。
こっちは急いでんだ。かかってくんならさっさと来い。しばらく寝とけっての。また会ったな、探偵さん。マシコさんだったっけ。てめえこの野郎。見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。カードキーをゴールドのやつね。やってみせる。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。you
どうした、